平野さんの影響力、もはや経済現象。サントリー、こんなに売れるとは、嬉しい悲鳴が止まらない。平野パワー炸裂。サントリー、大阪工場、2.6倍増強でも、供給不足。ゴールデンウィーク明けの穏やかな日差しが差し込むオフィスで、私はスマホのニュース記事に目を奪われた。そこには、 ナンバーアンダーラインアイの平野翔さんが CM キャラクターを務めるサントリー、緑人ーダの驚異的な売り上げが報じられていた。昨年比200%超え。その数字のインパクトに私は思わず息を呑んだ。平野さんの人気はアイドル界隈ではもはや伝説となっている。彼が CM キャラクターに起用された商品は たちまち店頭から姿を消し、オークションサイトでは高額で取引されることも珍しくない。しかし、今回の緑人ソーダの売れ行きは、そんなこれまでの常識さえも覆すような勢いだ。記事によると、サントリーは平野さん効果を見込んで、大阪工場の生産能力を2.6倍に増強していたという。しかし、 それでも需要に追いつかないほどの売れ行きを見せているというのだ。この事実は、平野さんの人気がいかに凄まじいものであるかを物語っている。ファンの間では、さすが我が王と、平野さんを称える声が多数上がっている。水面下で、企業様が争奪戦ってのも本当なんでしょうね、というコメントからもわかるように、彼の影響力は、 もはや芸能界の枠を超え、経済界をも動かすほどのものとなっている。しかし、今回の緑人相談の成功は、単に平野さんの人気によるものだけではない。そこには、サントリーの緻密な戦略と、平野さんの魅力を最大限に引き出す CM 制作の妙があった。サントリーは、近年、 若者を中心に人気が高まっているジンに着目し、緑ジンソーダを開発した。爽やかな味わいとスタイリッシュなパッケージデザインで従来のジンとは異なる新しいイメージを打ち出したのだ。そして、この緑ジンソーダのイメージにぴったりとハマったのが平野さんだった。彼の持つ爽やかさと どこかミステリアスな雰囲気は緑人ソーダの世界観を見事に表現していた。CM では平野さんが緑人ソーダを片手に都会の喧騒を抜け出し自然の中でリラックスする姿が描かれている。彼の自然体の演技は見る者に癒しを与え商品への興味をかき立てる。この CM の成功は サントリーのマーケティング戦略と平野さんの魅力、そして彼を支えるファンたちの熱い思いが三味一体となった結果と言えるだろう。5月11日からは平野さんに加え、神宮寺優太さん、岸優太さんも出演するビアボールの CM もスタートした。放送前からすでに大きな話題となっており、緑人そうだ。 に続く大ヒットとなる可能性を秘めている。3人全員が出演する CM は、ファンにとってまさに夢のような光景だろう。3人での CM が見られるなんて感無量。3人の笑顔が眩しすぎる。この CM のためにビアボールケース買いします。といった、喜びと興奮に満ちたコメントが SNS 上を飛び交っている。 ビアボールの売り上げも、間違いなく、想定超え、となるだろう。しかし、注目すべきは、この勢いが一過性のブームで終わるのか、それとも、ナンバーアンダーラインアイというグループの長期的な成功につながるのか、という点だ。確かに、現時点では、商工家がグループの牽引役となっていることは否定できない。 しかし、神宮寺さんと岸さんも、それぞれ個性的で魅力的なメンバーであり、彼ら自身のファンを獲得する可能性も秘めている。例えば、神宮寺さんは、その端正な顔立ちとクールな雰囲気で、多くの女性ファンを魅了している。岸さんは、持ち前の明るさとユーモアで、バラエティ番組でも活躍しており、 お茶の間での人気も高い。彼らが平野さんに続く国民的スターへと成長するためには、個々の魅力をさらに磨き上げ、新たなファンを獲得していく必要があるだろう。そして、そのためにはグループとしての活動ももちろん重要だ。三人の息の合ったパフォーマンス、個性的な楽曲、 そしてファンとの積極的な交流を通して、ナンバーアンダーラインアイというグループの魅力をさらに多くの人々に伝えていく必要がある。緑人層だとビアボールの CM は、ナンバーアンダーラインアイにとって大きなチャンスであると同時に大きな試練でもある。この試練を乗り越え、グループとしてさらなる飛躍を遂げることができるのか 彼らの未来はまだ未知数だ。しかし、私は彼らのファンを大切にするという姿勢、そして常に上を目指し続ける向上心に期待している。彼らが日本のエンターテイメント界に新たな歴史を刻む日を楽しみに、これからも彼らの活躍を応援し続けたい。さて、あなたは、 ナンバーアンダーライン愛の未来をどのように見ているだろうか彼らはこの成功を足がかりにさらなる高みへと登ることができるのだろうかそして昇降下を超える新たな伝説を生み出すことができるのだろうか彼らの挑戦は始まったばかりだ。彼らの挑戦はまさに始まったばかりだ。 これからナンバーアンダーラインイがどのような道を歩み、どのような景色を見せてくれるのか、それはまだ誰にもわからない。しかし、一つだけ確かなことがある。それは、彼らが常にファンを大切にするという姿勢を貫き、感謝の気持ちを忘れずに活動を続けていくということだ。平野さんは、以前インタビューで、 ファンの皆さんがいるからこそ、今の僕たちがある、と語っていた。神宮寺さんも、騎士さんも、同様にファンへの感謝の気持ちを表明している。彼らの言葉からは、決して現状に満足することなく、常に上を目指し、ファンに最高のエンターテイメントを届けたいという強い意志が感じられる。緑人相ダや、 ビアボールの CM で見せた彼らの笑顔はまさにその意志の表れだろう。彼らは CM を通してファンに喜びと元気を届けたいという一心で撮影に臨んでいたに違いない。彼らの努力は数字以上の価値を生み出している。それは単なる経済効果ではなく人々の心を動かす力を持っている。